はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、非常に人気の高い広角レンズ、セファのズミクロン 35mm ですね。こちらはですね、第2世代の、後期型となりますね。はい。第2世代の前期型はですね、こちら、つぼりリングに、角と呼ばれるですね、突起がついてるんですけれども、それが簡略されてなくなった後期バージョンになりますね。以前はこれがですね、まあ第3世代というふうに言われてたんですけれども、だいぶこちらを第2世代の後期とする向きがですね、最近というか近年ですね、多くなってきましたので、当社でもですね、こちらを、まあ混同を避けるためにですね、誤解とか混同を避けるために、こちらでも、当社でも第2世代の後期というふうに、呼称することにいたしました。はい。ライツカナダ社製の、製造になりますね。シリアルが2539294ですので、1972年ですね、の、ズミクロン 35mm 第2世代後期ということになります。はい。では、外観の方から見ていきます。ご覧いただいてます通りですね、外観としては非常に綺麗な状態と思います。どっかにぶつけたり擦ったりしたような跡はありなりませんし、目につく擦れ当たり凹みといったものもないですね。塗装の劣化、こういうローレットの擦れとかですね、文字消えとか、この指掛け分のですね、こう当たりとかひび割れもないですね。はい。ご覧のような外観となってますので、客観的にご確認をいただけましたらと思いますね。マウントはライカ M マウントですね。マウント部分も非常に綺麗です。擦れたりしてないですね。はい。で、レンズですけれども、まあ、前期と変わってですね、ちょっとこの径がちっちゃくなった、感じになってますけれども、大変綺麗な状態ですね。前玉、後玉ともに、擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離とか、摩耗とか、全く見当たらないですね。だいぶクリアな状態です。中玉にも曇りカビ、バルサム切れ、チリホコリも、全然目視できませんので、だいぶクリアな状態キープしてますね。こう、LED の光源に透かしてみてもですね、曇りとか見えませんし、だいぶ綺麗です。はい。ぶりの動きも、軽快で滑らかですね。羽の痛みとか、油の乗りも見られまいです。ピントのヘリコイドもいっぱいまで滑らかに、ムラなく動いておりまして、グリス切れとかですね、は感じないですね。はい。付属品がリアキャップと、こちらのフロントキャップになっております。はい。ということで、大変いい状態のですね、ズミクロン 35mm の第2世代後期ですけれども、全体的な分解整備、清掃調整を改めてですね、ご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。はい。ということで、大変人気の高い、定番のホールドレンズ、ズミクロン 35mm の、第2世代後期型、1972年の製造になっております。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。